ぱ4年目リークエンダーズっていうのが、うん、そうだ変わったなー、なんかすいいなーと思って、周りの人のおかげだわ。バンドマンとか周りの人が呼んでくれて、解散した日の打ち上げのまま俺帰ってない。匂いすごくない？で、夜な夜なさ、うん、その、まあ、組んだじゃん、あれスニーズがあったじゃないですか、うん、スニーズあったよね、うん、そうスニーズ辞めるって言ってさ、うん、解散しますってなって、その夜な夜なウィークエンダーズ始まるまでの、うん、その解散決まってる期間とかあったじゃん、うん、なんかどういう気持ちっつったらだけど、うん、なんか結構自分の中でこういう風にしていこうかとかあったの？何も考えてなかった？いや、マジ何も考えてない。そのバンドしかやってなかったから、うん、これなくなるってどんな感じ、そもそもどんな感じなのって思って、はいはいはい、解散、あ、なんか話聞いたんだっけな、解散した人とかに聞いたんだっけ。あ、そうなんだ。そんなのあった気がするし、あとはやたらいろんな人からライブハウスに呼ばれてた。うん、もうだからそのナインサップのアキラさんとか、 あとはまあギズモもそうだし、バンドマンとか周りの人が呼んでくれて、こっから飲むけどとか、そして歌うだけどとかで、暇だから入りから行っちゃうの俺。で、そうで入りから飲んでるからもう打ち上げちょっと正直いいなって感じなんだけど、まあでも誘ってくれてるしみたいな、出ようかみたいな、そうで、まあ話したりとか、で逆に今日出ないのってその言われるのが多かったの、逆にその期間、あ、打ち上げに今日は出ないのかも、うん、ああ、入りから行って、ライブハウス、そう、めちゃめちゃ、ね、週2、3とか言ってたもん、ね、いや、もっと言ってたと思うよ、うん、でもそれで、あれよ、その知り合いも増えたし、つながりもできたし、そうだよね、うん、友達いっぱいできたんですよ。ああ。うまかった。対バンしてないけど、あ、友達になってる、あったね、あったよ。だからなんか、俺が自分で、そのまあ、結局7年始めたタイミングで自分でバンド始めたじゃん、うん、その時にやっぱさ、こう、あ、キスさんと一回飲んだことあってってやっぱちょいちょいやっぱあった、うん、だからサニカーのウネとかさ、あ、ウネちゃん、あと、あ、俺ポスのロイとかもそう、あ、ロイね、めちゃめちゃ飲んだ、そうとかあったから、あのキスちゃったなってんだとかさ、うん、あの時期すげえいろんな人会ってたからさ、うん、やっぱ焦ってた、結構やべえなみたいな。いや、ね、焦り出したのは、うん、多分解散して、7月5日でしょ、うん、で焦り出したのが8月9月あ、してからなんだ。とりあえず解散してから、うん、確かね、1週間ぐらい仕事も休んで、うん、家も帰ってなかった気がする。あ、そうなんだ。うん。どんどん遊び行こうって、解散した日の打ち上げのまま俺帰ってないの、行ったり1週間ぐらい。あ、なんかそうだったかも。そうそうそう。で、そのまま遊びに行って、あと次の日だって江ノ島にいたし、遊んでて、次どこ行こうかな、次どこ行こうかなみたいな感じで、なんかフラフラしててみたいな。そう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 。で、これ2日後には名古屋で DJ ですよ。7月9日かな。あ、だからその会社してから歩きで行って、歩きじゃない歩きで行って、みたいな。300は無理やろ。解散した日から次の日からやっぱ歩きでこう。いやもう、何になるのかな何になるのかな。いやもう、ここまで来たらやっぱね、もうその時から先だったと思ってたもん。剣またぐ。剣またぐのは結構勇気いるよね。でなんか、まあ、そういうのもあったけど、あの解散の時期ラインとさ、うん、だいぶ変わったよね、キイチ。あ、ほんと。うん、なんかその変わったっていうか、うん、あのなんか端的じゃなくなったっていうかさ、うん、ちゃんとなんか多分普通に結婚したのもあると思うし、うん、生活もあるから思うけど、考えてこういう風にするよなってかさ、うん、なるようになったなって思うの。なったね。それなんかあったの、自分の中で、あ、これなんか俺こうかなと思って。じゃあ直感的に動く、直感的すぎたんだろうね。前ね、ああ、すぎたんだろうね。道1個しかなかったもうずっと。行くか行かないかだけ。あ、おかんみたいな。だけだったから、こっちもあるよっていうのが見えてなかった。それも、だからいろんな、それは、あ、じゃない、周りの人のおかげだわ。だからまあ、いろんな人と会って話して。こういう考えとかもあったりとか、うん。あ、こいつこうやってる、こういうのも。いいんだとか、ああ、いやそうだよ、うん、もういやそれをすごいなんかね、そさっきスバルと話してて、うん、いやあの時に結構こうまあアイドルももちろんあったけど、このままこのメンバーでやれるかなって正直思ったんだよ、うん、であって、でちょっと解散を決めたところももちろんあったんだよね、うん、まあそっかみたいな、まあなんか
そうだねと。で、まあ、時間も経ってさ。で、今もやるじゃん、多分さ。うん、で、今はなんかこういうバランス感で、いろいろ飲んだりもするし、うん、なんかそれをこう、あ、でもあの時とやっぱ、全然、なんつうんだろう、会話しててもさ、うん、あ、そういうのあるんだとかさ、うん、あ、そうだよねっていうの、なんかいろんなもの知ってるじゃん。で、この間その打ち上げの時にさ、思ったんですよ、夜な夜な話を聞いてさ、うん、あ、キーチミット話聞きてえなと思って、うん、その打ち上げがあって、で一緒だったから、飲んだんですよ、ちょっと、あ、こうやって、で、その時にキーチの話をずっと聞いてさ、おもろいな、もっと聞きたいなと思ったし、そういう考え方が変わったってやっぱあったのね、自分だから、うん、あ、自分でも分かる、あ、自分でも分かる、うん、あ、うわー、もう全然違うなみたいな、あの時やったとこうしてるなとか、あ、うん、あるね、そうだ、変わったなー、なんかすいいなーと思って、うん、なんかそれだから今になってこう話してとかさせてさ、普段、まあそんなことないかもしれないけど、まあ、ヨナヨナウィークエンダーズっていうのがその自分の中ではオリジナルメンバーでやるバンドで初めてなんだよ。ああ、でやっててどっかででもなんか俺はちゃんとやりたいってずっと思ってたけど、うん、それが届かない時間がやっぱ結構あったのよ。響かないというか、うん、いやもっとこうしようよみたいな、もっと人いっぱいのやりたいじゃんっていうのがあんま響いてねえなみたいな、うんうん、が長い期間あって、うん、で、やっぱりあのメンバーってシンはあんま自己主張ないじゃん。そうだね。でも、なんかあったらポソッと言ってくれるみたいな、うん、で、ソウシは結構我が強いから、そうだね、そう、で、俺はこうなんだよねっていうのある。いや、俺は別にいいよ、飲みながらゆっくりなんかやれたらそうだね、とか。でもまあ、磯野は磯野多分考えてはいるんだろうな、けど言わないみたいな、うん、磯野の考えがあるけど、あんま出さないように、そう、じゃあなんか俺が言わなきゃ、言わなきゃってめちゃめちゃ最初の方思ってて、あ、けど、それに実力がついていけてない自分にもう気づいてるから、このタイプのギターを弾くなら絶対に今のままでダメだっていうのもずっと分かっててやってて、で、なんかのタイミングで俺一回やめるって言ってね、あ、そうなんだ、うん、あったんだ、絶対に俺よりいいギターいるから、俺じゃないこのタイプだったら多分俺じゃねえわっつって、多分事務所決まった時かな、多分決まって1、2ヶ月後とかに多分最初に言ってる。へー、そう、で、その1年前に1回ね、多分磯野の怒られた時があって、うん、その何だったっけな、でも、まあ、まあ俺がちょっとだらしなかったってもあるんだけど、うんうん、ちょっとあんまり気が入ってない時間があって、うんうん、それ、まあ、気が入ってないのも、いや、お前らがっていうのがあったんだけど、うん、まあいいや、僕は聞いとこうって怒られよう、バーって、LINE 長文で、あ、来たんだ、うん、怒られて、でもそれ もう振り返ってみると、みたいな、あ、俺じゃねえんじゃねえ、うん、があって、で、言った、あ、言った、ね、言った、言った、それ多分言った日がね、スニーズで名古屋行ってた時だよね、復活して、復活した時の名古屋か。だから、うん、あれ5月ぐらいかだっけ ?4 月。4月とかって、うん。ああ、じゃあ4月か。その時に言ってるのかな、なんか言った気がする。なんかその、みんなが初めてやっぱそういうの決まったじゃん。あの他のメンバーはさ、そういう、俺らはなんかそういうの経験あったけど、うん、ないから、ずっと全部予約くるの、はい、はいってなっちゃって、ああ、そう、それが楽しいんですね、みたいな。いやでも自分たちやりたいことは言った方がいいよっつって、いやでも今はちゃんと、まあ、言うことやっとこうやっとこうみたいな、めっちゃその気持ちも分かるんだけど、うん、全然いい方向言ってないよみたいな、ライブも減ってってるし、あ、そうなんだ、減ってってた、月まずライブのオファー持ってきてくんなかったか、あ、事務所が、うん、まだ出せないって感じだったのか、いやなんかね、あんまりこう俺はその時そのシステムが嫌だったんだけど、うん、俺らみたいなやつにギャラ設定してたから、はー、で、俺はそういうのがあったから、いや、それちょっとみたいな、で、直で寄った時もあったし、みたいな、なんかその、うまいことこうハマってなくて、で、俺はダメだと思って、で、言ったけど、磯野はどうしても、いや、俺はこの4人のままでしかやりたくない、うん、言い張ったから、うん、あんま言わないじゃん、言わないね、はい、言わないね、まあ、珍しいと思って、うん、じゃあやるけど方向的にはこうしたいんだけど、はい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 、っていうのをちゃんともう一回決めようっつって、うん、確かにメンバーで決めて、うん、事務所に言うって言って、は
があって、そういう時間もあったから結構濃密な気がするわ。ちゃんとやり始めてから、ちゃんとやるまでがちょっと遅かったんだけど、そうだ、最近のここ多分 1,2 年は所属してたって1年ちょっとだからね。そっか、まだそんぐらいか、うん、はぁ、じゃあそういうのもあったんだね、やめようとかさ、こう引きがあって、あっ結構大変だったな、自分だったね。まあでもなんかね、その事務所の人もこう大人で上からっていうタイプじゃないから、あ言いやすい。そっか、恵比寿でね、うん、その時もそんな感じだったもんね。そうだ、どうでもなかったら逆に言わないわって思っちゃう。あー、そっかそっかそっか、めっちゃちゃんと言いたいから俺言ってますよっていう、マネージャー呼び出して下して飲んだ時もあったし、うん、どうなってんすか、そっかみたいな、まああったけど、まあ、で結局ね、今もういや俺がちゃんとやるからっつってすっげー頑張ってくれた。めちゃめちゃ重いから、ね、めちゃめちゃ重いし、あれで、ツアーじゃないか、の発売日、リリースの日、あの、ダブダブのダブダブは、この間出し1月の20に出した、うん、サード EP の一応レコ発、はい、あそこにまたイベントみたいな、そう、うん、まあ、本当はね、そのセカンド EP のレコ発も、はい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 、多分言っちゃっていいと思うんだけど、ダブダブでやる予定で、でもコロナ鈍化ぶりで中止になったから、セカンドのリリースパーティーやってないのよ。あ、そういうことね。そうで、ダブダブをキャンセルしないといけなくて、で、いろいろこうちょっとえっと揉めて、じゃあやります、もう一回じゃあやりますよって延長してやつで、っていうのが、2月の19のワンマンになるんです。あ、そのセカンドの時とかは本当は対バンがいたんだけど、まあ、できないし、じゃあ次やるってなったらどうするって言った時に、対バンしたいバンドいないんで、ワンマンでって俺が勝手に決めちゃって。あ、そうなんだ。社長に直接言った。みんなでも、ダブダブワンマンってなった。俺できんのかよ。そうだ、やっぱりもう田舎者だから。そうだよね。そうそう、まあでもね、結果ソールドアウトしてるんで。そうだよね、あ、もうそっか、ソールドか、ソールドか、追加もないんですよ。あ、今ね、キャパもあれだから、あそれね、それで助けられてる。あ、ありがとうございますって感じだけど。そっか、でもダブダブワンマンそれすげえな。あ、梅さん、俺ちょっといいですか。じゃあそのダブダブ2月控えてて、その後もライブ決まったんですか。決まってる、3月に。お、渋谷のネストで。あ、なんか通話、なんかイベント呼ばれてる。ダニーメイっていう感じ。でも唯一多分スニーズでやっても大丈夫なシティポップを見つけたの。ほー、そうなんだ。人間的に。あ、人間的に、うん、エメラルドってバンドがいるんだけど、ほうほうほう、もうアホみたいにおもろい。あ、おもろいんだ。おもろいし、めっちゃ酒飲むし。あ、そうなんだ。そう、まあその理由としては、ほんとベースだったのか、スカバンドやってて。うん、あ、そうなんだ。シティポップと並行して、はいはいはい、俺と一緒なんだ。俺だからセンセーションっていうのでベース弾いてて、そのホッピーステッピンで実は対バンしてた。あ、そうなんだ。そうっていうのも、あの激シャレ箱のさ、モテーサンド、ボール&ボールでやった時に話して、あ、はいはい、マジっすかみたいな、そういうのあったから、へぇ、いるんだ、嬉しかった。てか、そうだね、やっとだ。そうだよね、センセーションズでやってたのすごいね。うん、お待たせしました。ちょっと出たがり、出たがり、そう、出たがりじゃないか、これ、出たがり、これ美味しいんだ。てか、匂いすごくない、これ。これシナモン、パスタの嗅いだことなくて、うまくないんじゃないの。これは、ね、これもうまくないんじゃないの。こんな匂い、うまくないんじゃない。これはシナモンを効かしたそのボロネーゼ。ボロネーゼもこれやっぱそのミソとかちゃんと赤ワインをしっかり詰めて入れるとか、カラメルを入れるんですよ。ずーっとやって香ばしさ出すとか、肉をちゃんと焼いたり、カラメル、そうで深み出して、そこにちょっとスパイスでシナモン香りをすると、そのユートの豚とかも油分の甘みとかの相性がいいから合うよねっていう、マーカーも飲めるよねっていうところで、これもさっきこの間も言ったあのマーシーがね、
あの僕の高校の同級生が青鳥誰が作っても同じ味っていうのが浅川純太の時なんだよ。ワイプで写真だけ入れられるんだよ。ワイプで入れられるんですか。いいよいいよいいよ、もちろんよかったから、そうそう、あの、はい、LINE のアイコンとかにしておくからフォロワー増えちゃう。そう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 、あれあれやつ、高校が一緒だから。そう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 、そうなんです、高校の先輩ですからね。高校写真とかないの。あ、卒業しちゃう、卒業しちゃってみたいな。いいですか、いただいて。じゃあボロネーゼ好きだからなんだよな。いや、食べて。いやいやー、お菓子じゃないな。いや、今なんだなんだ、うーん。リアクション全然すげえな、もう最先端なの。うまい、甘い、甘い、甘い。でも匂いと、食った時に入れた時の匂いでまた違うんだ。ああ、そうだね、香りが違うね、印象が。ちょっと具体的なことは言えないんですけど。そう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 、なんかあの、どうしてもトマソーとかさ、あのトマトの質感が立っちゃうのがミートソースじゃん、うん、でやっぱりボロネーゼとかってもやっぱその肉の旨味と、うん、あと油分とあと赤ワインとかをしっかり効かせるとか、うん、あとはなんかその、まあ、こういう何ソフリットっつってそのセロリと人参、玉ねぎ、うん、まあ、秘密はまあ211とかなんだけどをしっかり炒めて、まあ、いわゆる野菜の甘みぐらいとかを生かして、うん、その味を作ってあげるとすごいうまいのと、あとはその肉だけだとどうしてもさっきの野菜もそうだけど野菜のエキス皮とかも煮出してあげると要するにあの出汁が出るからその出汁とかにちょっと伸ばしてあげてでその牛の旨味を合わせるとこう味のこのパラメータがちゃんと作られるみたいな。甘みで赤ワインの煮詰めるから渋みと甘みとか酸味とかを作ってでじゃあそれを鼻に抜けるシナモンがあの心地よかったりするから。ほんとね、それ鼻に抜けるシナモンさ、これはいや、いいすごいね、うん、これでももう売ってないね、今も。うわっ、これラスイチ、うわっこれラスイチ、これめちゃめちゃうまいわ。いや、なんか嬉しいね。あれ、いつもほら、メンションでうまいとか言われるじゃん、うん、それは全然嬉しいけど、やっぱ対面でこうやって言われるといい、ね、やっぱね、そうだよね。あと、俺が何もやってないっていうね。そう、マジつくだけですから、これね。はい、というわけですね、いろいろ聞いて、やっぱでも足んなかったね。あれだわ、センセーションズの話とか、センセーションズじゃ、センセーションズの話とか。そう、高校一緒の時の話ね。うん、そう、めっちゃモテてたんですよ。めっちゃモテてたんだから、本当にもう、シミセン、シミセン、すごかったよね。シミセン、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 いやいや、下駄箱開けたら、ラブレターマジボワーとかね。そんな旧式の学校じゃなかった。もうだって、すごかったから、テニスとかもさ、もう1、2年相手にさ、もうあれ、3、40人、いや、200人ぐらい相手に、ね、こうやってせーみたいな感じですんげーからもう中学校の時とかでさもう廊下からもうみんなも前になりました。あーよしきにしたーみたいな。中学校にいないし会ってないからなんで知ってんのって話なんだけど。これちょっとあれだね、やっぱなんか一回足んないね。だからもう一回再登場もありだね。これね、やっぱいずれあのね、すげーもっとあの注目されないやつにもやりたい。だからあの、誰だろうな、あー、ポエの踏まずとか、うわ持つのかみたいな、いいね、持つのかみたいなやつにやりたい。いい、そうそうそう、いやー、そういうスポットやってほしい人っているじゃん。いるじゃん、俺らは好きなんだけど、そうみたいな人いるから、ね、そうそうそれぜひやってほしい。もうでもやっぱそのバンドが好きでさ、うん、その話聞きたいとかさ、うん、俺でもだったら思うわけね、うん、俺が好きなバンドがもしその、ま、全部好きやからさ、そういうところのそういうのって誰も、うん、大体ボーカルじゃん、大体ボーカルじゃん、インタビューとか、うん、で大体あとはなんかさ喋る人とかになってくるけどさ、もう誰がスポット当てんの。でもそいつが本当はあの時ああやって言った一言な、本当はどう思ってたのとかさ、うん、このアルバムのこの時のレコーディング本当はどうだったのとかさ、うん、分かんないじゃん。分かんない、だからそれこそ信号聞いたら、まあね、お荷物くまのみたいな話があってそういうのもいろいろ聞いていけたらと思いますけど。はい、というわけですね、今回は、ウェナルウィークエンダーズ、まあ、ダスニーズ、先生のキーさん来ていただきましたけど、なんか告知とか、一応まあ、あのもう想像しちゃってますけど、そうですね、まあ、渋谷 WWW で2月19日、ウェナがリリースワンマンをやります。チケットの追加は多分できないと思いますが、もうなくなってますけども、できないと思いますが、でも2月の19日ですね、で、まあ、その後にちょっと、3月、4月とお知らせがあるかと思うので、ぜひチェックしていただければと思います。そうですよ。
もしかしたらね、ユニット組んでるかもしれません。ワット的な。そう、ワット的な。やり、み、送るよ、僕からの。この気持ち絶対言うと思った。絶対言うと思った。ちょっと目合った時やるのかな。というわけで、来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。